はい、どうも、むつみです。むです。イエーイ。むさんがお家に泊まりに来たー。来たぜ。来たぜ。来たぜ、はるばる名古屋から東京まで。お疲れ様です。ノンストップで来たぜ。やばい。何時間くらいかかるんですか？あ、でも4時間ぐらい。4時間。うん、楽勝ですよ。4時間ノンストップ。4時間ノンストップで来たぜ。すごいな。すごいや。こんな可愛いお家してたんですね。そうですね。こんなね、体格に合わないちっちゃいソファーして、この画角は初めて。あ、もう初めて。本当に初めて。俺が来たことによって。そう、ムーさんが来たことによってこの画角。こいつの部屋が公開されたぞ。イエーイ。これ以降、誰か来るたびにこの画角になるっていう。誰が来るかね、次は。誰が来るんですかね。上田くん召喚するよ、やっぱり。あ、そこら辺になりますかね。結局。結局。ムーさんに筋トレをさせようと思ったんですけど。いや、ビクビクしてますよ、正直今。ビクビクしてますよね。怖っ怖っ、どっか行っちゃった。おムーさん、お誕生日おめでとうございます。やったーやったーやったー。開けていいですか？開けてどうぞ。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 触った感じはね、粉です。触った感じは粉です、皆さん。もう私、なんとなく予想がつきました。多分、皆さんも予想がついてる。質感がね、粉なんです、これ。うん。じゃあ、ちょっと開けていきましょう。なんだろう。なんだろうね。なんだろうね。なんだろう。なんですか？なんだろう。これは一体、なんですか？おなんと、ババーン！ゴールドジムのプロテイン！いや、いいやつやん。そう、いいやつです。クッキークリーム。そう、クッキークリーム味。クッキークリーム味です。僕がクッキークリーム好きなんで。あ、同じやつってこと？そう、あ、僕はいつも違うんですけど、まあこんないつも高くて買えないんですけど。高いよね、これ。高い。ありがとうございます。いえ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 。ちょっと山沢さんのとは全然比較にならん値段。いかん。山沢さんもあれはいいプロテインを。いやいや、ありがとうございます。いやいやいや。プロテインなんかね、何本あってもいいですから。そう。で、あと、まだあんの？これは、お土産です。何これ？これ、中華街行った時のパンダラーメン。パンダラーメンもらった。ありがとう。ありがとう。はい。パンダラーメン。豚骨味。一回食べたことあって。うまい？パンダラーメンと豚ラーメンがあるんですよ。何がちゃうの？豚ラーメンが塩なんですけど、パンダラーメンの方が美味しかったんで。へー。ありがとうございます。はい。筋トレをやれという圧と、ダイエットと真逆の即席袋麺。食え！この、飴とムチセットいただきました。ありがとうございます。あとですね。はい。まだあるんですか？気合入れすぎじゃない？そう。ちょっと。では、ムーさん一人で喋っててください。あ、一人で？はい。この部屋の感想を一個、ちょっと皆さんにお伝えすると、死ぬほどいい匂いします。マジで。めちゃくちゃいい匂いしてる、今も。玄関、あいつが開けて、バッて開けて、中から出てきた空気がね、なんかもうめっちゃいい匂いで、パッって、いい匂い来たんで。向こうにね、あるんよ。いつもみんなが見てる背景の部屋が。あ、喋っててください。見ちゃってた。喋っててください。画角に、あれ？画角に、あ、映ってるわ。ここにね、なんか、エフェクターがめっちゃ綺麗に並んでんだよね。メタルゾーンが一丁前に。そう、メタルゾーンは置かねばならない。メタルゾーンがめっちゃなんか綺麗に置いてあってね、スペースの無駄遣いって感じで。それはもうバカにするな。メタルゾーンバカにするな。メタルゾーンだってこんな風にディスプレイしてる人いないよ。楽器屋ぐらい。楽器屋でもさ、楽器屋でもこんなに。楽器屋なんかもうワゴン。メタルゾーン。それもそうだ。快適ですよ、このお家。あ、で、そう、俺今日さ、あれなんですよ。宣言通りスイッチ持ってきたな。あとでちょっとあんまりゲームに馴染みのないあいつをスマブラでボコボコにしてやろうかなと思って。ひどいよな。弱い者いじめひどいよな。筋肉量じゃ勝てないから、せめてスマブラだけでも。ダメだ、そういうの。俺のスイッチドラクエなんですよ。できた。うわ、何できた。やば。マジっすか。やった。ムーさん、Happy birthday to you。 ちょっとHappy birthday to you。 お片付けして。Happy birthday。 やべえ、ムーさん。イエーイ。すげー。Happy birthday to you。 イエーイ。ありがとう。ちょっと見せよう。見せよこれ。見て、モンブランタルトいただきました。かわいい、ありがとう。いえいえ、しかもホールだよ。みんなワンカットじゃなくて。いいっすか、ちょっとどうぞ。自分ちょっといいっすか。自分いいっすよ。自分いいっすか、ちょっと風いいっすか。風どうぞ。風、あ、電気消しましょうか。あ、電気消しましょうか。電気消しましょうか。あ、いいね。あ、いいっすね。あ、めっちゃいい。めっちゃいい。これでいい。めっちゃいいね。おお、いいっすか。おお、どうぞ。じゃあ自分風いいっすか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。29歳になりました。おめでとうございます。参考下の人に言われてます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。いやー。やったー。まさかですね。いやー。まさか、ケーキが買ってあるとは思いもしませんでした。そこまでするかね。しないと。いや、ありがたいです。いや、姉さんだもんな。いや、めっちゃうまそう。美味しそうっすよね。あ、すいませんね、なんか何からね。いえいえいえ。あ、あれベープが、あ、切れなさそうな。なんでそんなこと言うんですか。ニトリに失礼だろ。ニトリだったの。ニトリに失礼だろ。まあでもケーキはね、そう、ケーキは切れる。ちゃんとお茶を沸かしとるで。お茶沸かしとるで、あいつ。いやー、人間なんだな。ちゃんと ASMR です。 ASMR ありがとね、何から何まで。いやいや、ちょっとこんなんおもろいだろ。おもろい。こんなんおもろいだろ。はい、どうぞ。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。切り分けるか。いっちゃってくれ。はい。あ、バースデープレートね。いっちゃってくれ。えい、ナイス。あー、いいですね。よいしょ。あー、きたー。イエーイ。ありがとう。あれ急に雑やん。かわいい。いや、嬉しいですね。ああ、いいよ。ああ、ちょっとね、本当に。いえいえいえ。どうやって食べるの？モザイクでしょ。唐突なモザイクでしょ。大変ですね。もうここからモザイクがかかってます。マシャマシャマシャって。大変ですね。大変ですね、これ。編集に時間かかっちゃいます。じゃあ俺。編集しやすいように。あ、ありがとうございます。ここ一体全部モザイクになるっていう。ここに移動しますね。わあ。いや、嬉しい、マジで。茶からいただきます。なんかおしゃれな味がします。茶までおしゃれな味がします。何茶ですか、これ。これ紅茶なんですよ。あ、もう茶までおしゃれな味がします。これは春摘みの紅茶ですね。だからこの色なんだ。そう。なるほどね。うまい。よかった。うまい。いただきます。いただきます。いただきます。ありがとう。本当にもうプレートから2個。意外と硬い。あ、チョコじゃないな。チョコじゃないかも。こいつ。これなんていうの？グミみたいなやつですよね。グミじゃない。え、砂糖。砂糖かな。ああ、クリスマスケーキのサンタ。あ、砂糖なんですね。うん。珍しい。うまい。よかった。こうなる。難しいです。難しい。いただきます。うん、うまっ。お、ほんと結構ね、あれだ、甘すぎない感じ。あ、カスタードですよね。うん、なんか大人な見た目に反して大人な感じの味わいです。うん。あ、美味しいね。うまい、うん、ありがとうね。美味しい。やみ。うわガンジャやば。俺ちょっとそこまでプライド捨てれんかった。マジか。俺ちょっと今捨てれんかった。マジか。羞恥心が勝っちゃったよ。カットで。お、美味しい美味しい。やべえ、やべえ。すいません。はい、すいませんね。やべえ。ありがとうね。似合う。どうも、むつみです。まんまむーさん。高い声出せないんだよな、俺。高い声本当に出ないですか？本当に出ない。あと今なんか、ちょっと喉の調子悪くて。あらら。かすれちゃうんだよね。あ、ーってなってなっちゃう。花粉です。出た、秋花粉ですね。いいね、いいねにやられてんの。あらららら、いいね。田舎に住んでんのにいいね花粉にまみれてんのに普段からそれのせいかな。それでしょ。僕東京出てきてから花粉症になって。あ、本当。田舎って土があるから舞わないんですよ、花粉が。そうなの。ここコンクリートまみれじゃないですか、アスファルトと。そしたら花粉がもうずっと舞ってるような感じと、空気が汚いんですよね。花粉症になったの。花粉症になりました。あ、でもあれ蓄積っていうもん。そう、蓄積で許容量を超えちゃってなりましたね。俺東京来てる時は、稲花粉はね収まる。稲はないんですね。ねなんかね、実感する。めっちゃ名古屋帰った途端もうひどいもん。名古屋が合わない。名古屋好きなのにこんなに、こんなにも愛しているのにこんなにも俺は名古屋のことが好きなのに、稲は俺のこと好きじゃないみたいな。きつ。こんなにも米のことも愛してるのに。いや、花粉症きついんですよね。花粉症きついね。くしゃみと声が枯れる方に来るから俺。ああ、そっちに来るんですね。目はね意外と大丈夫なんだけど、僕目パンパンに腫れますね。あ、本当。何が一番しんどい？春、やっぱ春、杉ですかね。みんな杉はね、ひどいよね。杉はみんなダメって言いますよね。杉花粉のアレルギーじゃない日本人なんていんの？いるでしょ。それはいるでしょ。聞いたことないんだけど。そんな、なんかみんな花粉症って言ってますもんね。ね。エアコンのさ、白い床だとめっちゃ気になる。くっそー、白い床だと食べかすめっちゃ気になるな。くっそー。いや、一応あれですよ、ムーさん来ると思って、床も全部アルコールで拭きましたからね。マジ？消毒済み。消毒済み。この家消毒済み。綺麗なお家ですよ。住んでないですからね。綺麗なお家。住んでない。生活感がまるでない。そう、まるでない。住んでない家ですからね。俺が住みたいもん、ここに。いやいや、もっと大きい家住んでるでしょ。いやいやいや、今んとこゴキブリも出てないんで。なんかゴキブリが出そうな匂いじゃないこの部屋。多分ゴキブリの餌ないんですよ、食べ物を食べないからね。こんなとこにゴキブリいないよっていうぐらいのなんか清潔感。やった。電気入れてんのこのテレビ。入れてますよ。もうだってほこり一つもついてない。画面にほこり一つもついてないんですけど、静電気が発生した気配がない。つけた気配がない。ないですね。いや、まあスイッチやりますから。誰でもウェルカムなように作っといて。この間ホスピタリティだったらみんな喜ぶ。ああ、リンゴ剥きましょうか。さっきリンゴ買ったもんね。うん、リンゴ剥きましょうか。リンゴ食べます？リンゴと洋梨食べましょう。むくってこと？むくってこと？俺。むくってことっす。リンゴ潰すってこと？リンゴ潰したら汚いでしょ。今日はムーさんにイベントを来てもらって、僕のベース塾の方の。そうなんですよ。そう、それでうちに泊まりに来てるんですけど。で、明日がベースの日で、前日にオンラインサロンのね、イベントがあって、明日。そう、明日。一部、二部とあるんでね。もう終わってるけどな、この動画上がる頃には。そうやね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。11月11日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました、皆さん。いやー、楽しかった。ねえ。いろんな方に来ていただいたり。本当ですよ。まさかあんなに盛り上がるとは。ねえ。いつまで俺サングラスしとんねん。俺がこれしてたら、同一人物説出す人が現れちゃう。いや、未だにいますからね。いるよね。ねえ。気まずい。そうなんちゃうんですけど、どっちのファンかわかんないんですよ。いや、そうそうなん。これはどっちのファンなんだ。そうなんですよ。僕をサス4のメンバーと勘違いしてるのか。マジでいたもんな。そう、サスペンデッドフォースのむつみさん。パラレルワールドよ。パラレルワールドになってる。胸筋をピクピクさせながらリンゴを剥いています。ああ、ごめんなさい、塩水がないです。塩水がないんで変色しちゃうかも。いい。12時を回っております。きつー。嘘やろ。ただいま0時5分です。マジか。11月11日ベースの日になりました。イエーイ。今日、本日ベースの日です。もうベーシストは大忙しですよ、この季節は。みんなバタバタしてますね。ねえ、寝れんね、このソファーは。僕寝れますけどね。マジ？足はみ出ますけど。ああ、ビヨーンとはみ出して。ああ、そんな感じです。寝れるな。案外いけるけど。案外寝れるかも。そう、人んちでこんなくつろいじゃって。リンゴだ。リンゴを、次僕はそっち行きましょう。ムーさんソファに座らなきゃいけない。今さっき座ってて思いました。なんで自分座っとるんやろうって。いや、いいだろう。お客さん座らせずにお前んちやどうかな。リンゴ、リンゴいただきます。さっきスーパーで買いました。これはモサモサのリンゴ、うん、シャキシャキのリンゴが好きなよ。これモサモサやったね、ちょっと。でスーパーでね、これ選んだ時はさ、これモサモサじゃないって、いや、いけるんじゃない、いや、これシャキシャキっすよみたいな。シャキシャキです。いや、僕はシャキシャキって言ったんですよ。美味しいけどね。うん、美味しい。洋梨ってさ、スーパーであんま見なくない？まあまあありますよ。ほんと？うちの近所がないだけ。うん、洋梨は美味しい。洋梨食べた記憶がもう昔すぎて覚えてない。そんなに？うん、ほぼ人生初めてみたいなもんです。前の記憶ないんで不思議な味です。柔らけ。そう、美味しいんです。不思議な味です。たっぷりです。イエイ。うまい。何っぽいんだろうこれ。やっぱ和梨と全然違うね。全然違うんですね。柔らかいし、そう、ねっとりしてる感じがして、いやでもうまいうまい。なんかもうほぼ芋って言っとったもんね。芋とリンゴと梨を掛け合わせたような味。わかるという感じでムーさんお誕生日会でした。ありがとうございました。改めてムーさんへのおめでとうコメントをよろしくお願いします。僕のチャンネルで飲み込んでから喋りなさいモザイクのまま終わる。モザイクのままモザイクのまま終わっちゃう。モザイクのまま終わっちゃうのかこれ。ムーさん映ってるからいいか。じゃあムーさんありがとうございました。いや、これからもあるんですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。これからもあるんですけど。これからもあるんですけど。何があるんですか一体。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 X、 インスタグラムもやっているのでそちらもよろしくお願いします。あとムーさんのチャンネルを概要欄に貼ってありますのでよろしくお願いします。はい、チェックしてみてください。ムープさん、最近動画投稿頑張ってます。頑張ってます。サブチャンネルもよろしくお願いします。ついでに上田和明もよろしくお願いします。お願いします。親戚なんで。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。